あ、二人の声は入ってもいいんですか？入らない方がいいですか？初めの途中も黙っとけ。性格悪い。一人だもんね。あ、そうなん、あ、そうか。挨拶言っていいですか？どうぞ。何しようかな。うちからいいですか？あ、どうぞ。いいっすよ。こんにちは、あかりでーす。そうなんですね。勘違いしました。あ、コラボ相手のこともうちょっと知った方がいい。すいません、ちょっと勘違いしてまして、うんうんうん、マックス村井さんかなと思ってたんですけど、はい、違いますね、はい、ごめんなさい、すいません、はい、うん、ちょっと僕ないですから、うん、どうぞ。ポッ、はい、で、今日の末にマックス村井さんに来てもらったんですけど、イエーイ、マックス村井さんでーす。来てるということはな、やっぱドラえもん好きって言ってたじゃないですか。あ、好き、めっちゃ好き。そう、ドラえもんっぽいもん今日持ってきたんですよ。え、何、嬉しい。あそこにあるんですけど、取れってこと？あ、そう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 。これですね、ロープキャンディーって言うんですよ。カノ君の動画で結構見る気がする。コラボは大体これなんで。え、これめっちゃ高いんですよ。そうなの？そうそうそう、転売屋から買って。あんま、ほんと言わない方がいい。言わない方がいいっすね。あんまメルカリで買ってるとかあんま言わない方がいい。フォロワーあるじゃないですか、うんうん、フォロワーみたいな。俺のファンっぽいなみたいなやつが多分何十人もいるから。やば、そうそうそう、バレてんの。やば、そう、バレてるんですよね。恥ずかしいんですよ。じゃあ出品。はい、何もないです。出品、出品、出品なんですよ、これは。出品なんですね。なんか8000円ぐらいして。え、高っ。なんかね、ちょっとトロピカルなおちんちんがありますんで、ここに。わー、はい、チンやったー。やったー。やっぱね、求めてるからね。あ、求めてるんだ。やっぱり、日常に刺激が欲しいから。あ、刺激、今ないですか、刺激は。今刺激ないから。あ、刺激ないですね。トロピカルチンコ欲しいって感じ。トロピカルチンコ欲しいんだ、うんうん、じゃあ今日はね、満足できますよ、絶対。あ、本当に。もう一種類あるんですよ。あ、うん、これ取るってこと？あ、取る取る。あ、分かった分かった。手際が悪いからね、うんうん、ごめんね、うん、はい、大丈夫。こっちは情熱的なチンコです。そうそうそう、めっちゃある。こういう系のやつ好きですか？え、でもなんか美味しそうじゃない？好きか。好き。タメ口しなきゃいけないね。うん、そう。敬語使っちゃうんです。あ、敬語使っちゃうのよ。え、でもなんか一定の距離保ってそう。え、だって普通になんかコラボしませんかみたいな話を DM でもらった時に、はいはい、え、LINE 交換しねえのと思った。いや、確かに。ちょっと青取って。あ、ごめんなさい、はい、ね、はいはい、どうぞ。そうそう、なんかカメだよね、一応。うちのが下っ端みたいな感じ。いや、そっか。いや、俺でも下になりたい派だから、結構。あー、うち上派かも、確かに。あ、じゃあちょうどいいね、じゃあ。ちょうどいいね。じゃあ、ちょっと指図してください。指図してください、はい、お願いします。あ、じゃあこれ開けてもらっていい？あ、やった、うん、開けたじゃない、ちょっと、わかりました。キモキモいのも嬉しいな、なんか。キモ気持ち悪い。でもマジで、なんか性癖やばそうだよね。あ、でもなんか意外と縛られたいですね、結構。え、あんま言わんほうがいいかも。言わないほうがいい。あんま想像するとちょっとなんか、あ、気持ち悪いか、確かに。ちょっとその想像しながら動画見ちゃうことになるから。あ、そっか、あ、そっか、ダメか。あんまほうがいいかもしれない。四つん這いも好きですね。ちょっとなんかでも想像できるわ。恥ずかしさもいいみたいな。うん、そうなんだね。ちょっと聞いてもらってありがとうございます。こういうのは食べない、普段食べない、買わない。どこに売ってるか分かんないし。食べてなさそう。シリとか食べてそう。シリシリシリじゃない、シリじゃない。シリって何？シル、シル、シル。いや、そう、なんか変な意味じゃん。やめて、もうやめて、本当に。いや、違う違う。今日は何しに来たんですか？はぁ。いやいや、読んだの自分なんだけど。こういう男いるよね。いや、最初から知ってるんですよ、なんか見てたんですよね。え、マジっすか？でも最初の辺からフォローしてくれましたよね、はい、いや、そう。でもなんか通じるものがあったんですよ、私は。ああ、確かにちょっと違いっぽいというか。サムネは、そう。は？え、この前、ソワちゃんがカノ君のサムネめちゃめちゃ時間かけるって言ってた。いや、そう。あのルックブックのサムネに異常に時間かけるんだった。え、でもあれ早めにやった方だけどね。いや、なんかみんなコラボしたらサムネ、はい、はい、終わりってから。え、確かに。何してんのこいつらと思って。こっちはある。あれ、あれ取って、あれ。ねえ、どれつけてほしい。これつけるのね、違う。あ、そうそうそう、やっぱゴムつけないといけないからさ。だよね、そう、それは大事。ちょ、でも、貸そうか。いや、いや、でも俺。え、まだあったよ、在庫。嘘、正常。え、心正常。え、心正常。ちょっと待って、ちょっと待つね。ちょっとだけ待って、ね、結構時間かかるよ。え、ドラえもんは好きなんですか？ドラえもんはまあまあ好き。モノマネができるって感じ。ああ、じゃあお願いします。いいですか？はい。ババ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 カドラえもんです。見て見て見て。まあでも、お上手、うん、お上手、うんうんうん、俺もちょっとやってみていいですか？うん、やってみて。ふうさんがお上手で。ふうさん、ふうさん、はい、すごいかわいい。いきますね。うん。ふぅー、ちょっと、ちょっと、同じぐらいのレベルだね、結構。全然違うでしょ。あと、うわーしか言ってないじゃん。ドラえもん上手くね、マジ。ちょ、もう一回だけ。あ、いい。もう一回だけお願いします。はい。
ありがとうございます。見て。結構本気で殴ってる。俺は結構 M だから嬉しいんで。ありがとうございます。合うね。はい、合うね。そうそう。いけるいけるいける。笑うなよ。場所どう？場所は、手が違うな。ここだね。こうだね。こうだね。自分が笑ってんの。いや、まだです。あ、まだ。はい。早速、あ、ちょっと、まだです。はい。早速、こんな感じで並べありましたんで、食べていくんですけど。うん。食べていい？いいよ、いいよ、いいよ。いただきまーす。いい？ちょっと。うめえ！え、うめえ？うめえ！嘘？え、左うめえ！全然美味しくないでしょ、これ。なん、どうした？飲み込むとなんかちょっと。刺激が強い。ああ、刺激が強い。喉押しが。刺激強いですね、このおちんちん。これから言っていいですか？夏か。夏かよ。おちんちんって言った。おちんちん。じゃあこのおちんちんを食べていきますね。汚れて。マジ汚れ。うん、美味しいですね。美味しいですね。美味しい。でもじゃあこれめっちゃ汚くなるね。え？要するに退去してるんで、もう大丈夫ですよ。あ、ほら、引っ越したな。はい。え、引っ越したいん？新しいマンションとか見るの好き。あー、内見。うん、内見好き。俺内見もめっちゃ好きだよ。うん。いや、楽しいよね。なんか通んないから、審査が。うん。え、マジ通んない。結果無駄みたいな、その時間。YouTuber マジ通んないわ。うん。いや、通んないよね、先生。大丈夫。え、何？何？気持ち悪いっすか？何その食べ方？無意識で。やめた方がいいよ。え？やめた方がいい。うんうん。え、気持ち悪い普通に。うん。これだけ食べてるだけじゃ時間が持たないんで、俺も会話ベタなんで。うん。出た質問コーナー。コラボの時さ、もう流れ一緒なんだけど。テンプレート化してるから、みんなも安心するからやっぱ。うん。じゃあいいよ、ちょうだい質問。ちょうど出てきた。おお、よかったね。あ、本当だ。うんうん。見せんな見せんな。恥ずかしいだろ。ちょっといいねしてこれじゃ。はよ質問。俺のストーリーに追加しといていいですか？うんうん、分かった分かった、追加しといて意味わかんない。俺追加しといていいですか？本当に意味わかんない。これで質問募集すればいい。あ、いいと思う、いいと思う。斬新だね。隠さなきゃいけないところ。あ、うん、ちょっとね。そう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 、ちょっとエッチな部分ね。そう、モザイクだね、これは。今日は、あれなんですか？なんか、なになに、なんだろ、朝ごはん食べた？ね、なに急に彼氏か。朝ごはん食べてない。ちょっとやめた方がいいや、本当に。うん。はい。はい。え？終わり？はい、終わりです。じゃあ、早速。質問。イエーイ、質問コーナー。救世主から来ましたんで。やったー。で、もっと仲良くなるためだもんね。そう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 。やっぱまだ壁を感じるから。そうだよね。そう、俺は。壁だけど。うん、全然俺はないんだけど。あれ？ん？じゃあ、まず軽いやつから。わかった。性癖は何ですか？軽くねえだ。でも私結構ノーマルタイプなんだよね、意外に。へぇー。マジマジマジ。え？ノーマルタイプなんだよね。コラッタ？ポケモンだね。そう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 。あれノーマルだっけあれって。わかんない。わかんない。攻めるの好き。ええ。なんかド M な男の子好き。あ、じゃあ合っちゃってんじゃない？ちょっと。ええ。ちょっとすみません。なんもないですね。あ、でもやっぱ可愛いのも選んでいきたいから。そうだね。やっぱ可愛い系で売ってるから。いや、そうだよね。やっぱ動画とか見るとやっぱすごい可愛いっていうか、女性女性してるから。アイドルしてるから。もう確かにアイドルといろいろありましたんで、ちょっと。そうだね。そうだね。アイドルといろいろ問題があったんじゃなくて、あなたがアイドルですね。そう、私がアイドル。そうそう。勘違いします。すみません。今までの一番の黒歴史は何ですか？今までの一番の黒歴史？うん。まあ、つい最近の恋愛じゃない？あー、え、なんすかそれ。え？アイドルじゃないですよね、でも。あ、でも、多分何もないから。うんうんうん、何もない。じゃあ聞かない、聞かなかったことにしましょうか。ほんと気まずくなっちゃうから。気まずくなっちゃうから、確かに。自己紹介してくださいっていうのは来てますけども。あ、自己紹介あ、したか、さっき。もう一回させてもらっていいじゃん。あ、じゃあお願いします。YouTuber をしてます。えー、あ、マックス村井さんじゃないですね。そうやな。はい、大福売ってそうだなと思って。うん、あの人大福今売ってるんですよ、黒い。あ、そうなんですね。そう、黒い大福とか好きそうだなって。何が面白いの？ね、何がおもろいの？すごいマジで意味わかんないな。友達いる？友達いる？いない。いないし、できないんだよね、俺なんか。友達になろうよ。あ、なってよ。うん。友達になろう？だから。なんか、なってくれる人いないから。なろう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 。そうそう、気まずいって言われるんですよ、いつも。うん。まあでも独特な
の空気感はあるよね。あ、そうそうそう、それをね、ちょっと許してくれそうだから、やっぱ、うんうんうん、気違い同士、うん、よし、あの、これはね、すごい可愛いわ。あ、何？好きな男性のタイプは何ですか？あ、好きな男性のタイプは、はい、え、まず何でも言うこと聞いてくれる人。あ、優しい人優しい人ね。うん、あとずっとなんか愛してくれる人。はいはい、あ、うん、愛してくれる人か普通の回答やろ面白いね、あなた。あ、違う違う違うありがとうございます、なんかあなたは面白いですね、やっぱ。あ、これはいいかもしんない。うん、いや、かわいい、これは。おっぱいじゃない、間違えた。変なのしちゃった。訴訟してんじゃん。ちょっと、お互いのいいところを3つあげてください。お互いのいいところ？うん。え？私から？うん。え、かなくんのいいところは、はい、結構100万にバーって言った時あるじゃん。はいはいはい。とかは、うん、結構ギラギラしてた気がするから、ああ、はい。なんかかっこいいなと思ってた。え、本当に？そう。清潔感あって。あ、確かに清潔感めっちゃあるし。かっこいいじゃん、みたいな。かっこいいし。はい。そう。清潔感あるところ。ああ、清潔感、ね。清潔感あるイケメン。はいはい。うん。3つってでかいの？結構。3つって結構なんか、うん、2つでいいや、2つにしよう、2つで。うーん、肌が綺麗なところ。あ、肌綺麗だよね、やっぱ、うんうん、そう、うん、え、うちは、あ、そう、やっぱ、うんうん、YouTuber の人はそういう守りに入ってる人多いじゃないですか、うんうんうん、結構守りに入ってる人多い中で、うんうん、女性、特に女性とか、うんうん、やっぱりその、うん、元なんていうの、アイドルの問題を起こしちゃったりとか、うんうんうん、そう、でかすぎないそれ好きだよ、確かに、うん、笑い方やめろ , , 笑いやばい。まあいろんな破天荒なことをしてて、うん、でも、うんうん、それを糧にしてどんどん強くなってる気がして、強い女性だなっていうのはありますね。結構真面目に褒めてくれるね。そうそう、うん、もう一個もう一個は、うん、あ、可愛らしい、うんうん、あ、可愛いね、可愛いね、可愛いんだけど、うん、いろんな問題が起こりすぎて、うんうん、なんかバラエティ系に見えてきちゃって俺から。あ、そうなの？女たちが見れないってこと？最初、この人可愛いなと思って、うんうん、しかもちょっとエロいなと思って、うんうん、エロジジイの目線で見てたんだけど、うんうん、結構、うん、途中からちょっといろんなあれがあって、うんうん、もうどんどん面白い方向に行っちゃって、うんうんうん、女として見れないってこと？いや、そこは全然違いますけども、うん、女として見てもらって。あ、わかりました、うんうん、じゃあ女として見ますね、うんうんうん、はい、はいはい、うん、何が見えるのかな。あの、結構ビルとか結構見えます、美人。お、うん、嬉しい。年々良くなってる、なんか年々良くなってる。そんなやってないけどね、YouTuber。 どんどん良くなってる、どんどん可愛くなっちゃってるよね、はい、いい感じ、うん、どんどん恋しちゃってる感じ、はい、そうそう、このまま行こう、このまま行こう、そうそう、このまま行こう、うん、このまま行こう、どんどんこのまま行っちゃうから、うんうん、うん、あ、いい、次そうですね、じゃあ次行きましょう、うん、くっつってる、ないこれ、ないこれ、あと10個ぐらいで、うん、結構あるね、うん、ビンビンですか、うん、え、ビンビンですかっていうのが来てたの。ビンビンの質問は普通にカノ君にじゃない。ああ、でも確かに、じゃあビンビンです。でビン、おー、はい、じゃあ女として見てるってことだよねこれはね。いや、こっちですね。俺も結構あの、うん、入れたい派なんで、結構、はい、入れたい派なんだな、はい、これに入れるんだ。ん、あ、違う逆です。あ、ここ入れたいんだ、はい、そう、うーん、お尻に開発されたいっていう、そうですね、質問なんだね。お願いしますよ、好きそうだし、開発、うん、あ、うちが入れるんだね。あ、そう嬉しそう、しっかりディオール好きなイメージありますね。おお、真面目な質問、うん、え、好きですか。本当に興味ありますか。あ、本当に絶対ここカットしますよね。絶対カットしますよね。あ、じゃあサブちゃんに流しておきますね。最低え、何個だっけ、あと。あと2個、あと2個ね、うん、トゲある質問ばっかしてすいませんですけど、うんうん、最近順調ですか。最近順調、人生は。何、あ、まあ、新しい趣味っていうか、うん、新しい出会いみたいなのがあって、はいはいはい、うん、まあ、女性風俗にハマってるんで今、あれにハマってから結構ね、はいはい、バラ色だね、人生が、人生がバラ色。あ、じゃあこのあの泣いていて風俗界隈の会話が来たっていうことで何言ってるかマジでわかんねえよ本当に、もうちょっと喋れやどうなよしてんね本当に。すいませんね、あの女性用風俗の方に来てもらいまして、うん、じゃあ違えだろ、違えだろ、キャストじゃねえんだよ、セラピストじゃねえんだよ。そっか、女性用風俗界隈の方に来てもらいました。風俗利用してるお客さんね、あ、お客さんか、お客さん。じゃあ普通の方に、うんうん、理解しよう、理解。お互いの第一印象と今の印象は何ですか、うん、おしとやかな人かなと思って、うんうん、聞いたら全然違ったって感じですね。うん、そうそう、おしとやかではなかったっていうか、うん、で、よかったってこと。そう、よかったってこと、いい意味、あ、いい意味、いい意味だよ、そうそう、好きってこと、好きってことね、好きってこといや、ちょっとよくわかんないんだけど、はいはい、はい、振られるんだね、いつも毎回。誰もちょっとやってみてください、一回サッカーなんだけど超楽しそうじゃん。バババババガガガ、え、なんて言えばいいですか、俺今さら確かに呼ばれてねえわ、うん、カリちゃん、あ、カリちゃんね、うん、やっぱカリちゃんは今までちょっと滑ってきたから最後ちょっと
ちょっと持たせてあげたい。絶対お前の信仰のせいだろ。落ち着かせてあげたいなと思って、ちょっと選びますね。うん、選びまして、はい、頑張って、うん、誰ですかっていう。は誰ですか。はい、じゃあちょっとそれは加納くんが説明しろよ。ちょっと一回言っていい。これはな、これ違う、ちょっと面白くなかったからめんどくさいさ、文句ばっかり言う人からちょっと質問来てるわ。あー、なになに、なんかソワンマンから。あら、二人のソワンマンの好きなところはっていう来てるんです。あー、ソワちゃんの好きなところね。そう、まあ、じゃあエンディングで大丈夫です。エンディングで、はい、エンディングどうしますか。はい、今日はありがとうございました。あ、今日ありがとうございました。ありがとうございます。いや、だいぶ仲良くなれたね、やっぱ。そうだね、仲良くなれた、うん、友達になれたよね。息ぴったりな感じするわ。うん、ね、うん、じゃあコンビ組もじゃあ。何？カノカリ、うん、カノカリチャンネル、うん、カノカリコンビ、はい、ありがとうございます。